庄司隆は、博報堂、DY ホールディングス相談役、博報財団理事。博報堂史上初めてクリエイティブ部門出身で、社長となった。2011年第30回、白川忍賞、2016年11月、旭日中綬章を受賞。山形県出身。多摩美術大学図案科卒業後、八王電機入社。宣伝部で働くが、3年で独立し、デザイン事務所を起こす。独立から3年後、日本航空の仕事ができる、グラフィックデザイナーを探していた、博報堂から社員になることを条件に声がかかり、日光のような大きな仕事は、一人ではできないとして、博報堂入りを決める。デザイナーから、テレビ CM など、広告の企画、制作を指揮するディレクターに昇格してからも話題作を相次いで制作し、日本航空、ソニーなどの CM で ACC 賞やクリオ賞などの国内外の広告賞を多数受賞した。オーナーと一部経営陣が主導権をめぐって争ったお家騒動がようやく収まり、社長に就任した大蔵省出身の近藤道夫が経営改革を進める中、クリエイティブディレクターとして多くの制作者を指揮し、優秀な作品をまとめた手腕が認められ、1976年12月、新設された第4本部長に就任した。1980年取締役に選任。翌年には、物優先の社会から生活者優先の社会に、世の中が変化していると感じ、その先端を探る部署として、博報堂生活総合研究所の創設を提案し、初代所長となった。1999年2月、近藤、磯部と2代続いた大蔵省出身者の後を受け、初の生え抜き、制作畑出身として社長に就任。2003年10月、博報堂、大広、読売広告社の3社の株式移転によって、設立された、博報堂。DY ホールディングスが発足すると、代表取締役会長を担う。2006年4月、同相談役に退く。ありがとうございます。